ジャスクサバイレラのおいちゃんです。今日のリーダーはですね、トランペットを吹く人がリーダーになります。コーラスから始まりましたけども、ちょっと変わった、まあ、レコードになるんですけども、といってももう名盤です。ジャズの名盤になります。今日お聴かせしますのはこちらになります。バードトランペッターです。それで先ほども申しましたようにコーラスが聞こえてきますね。タイトルは A New Perspective Band and Voices、まあ、ボイス女性のコーラスが聞こえてきますけども、これでもう大好きなレコードなんですけども、今このかっこいいギター、これはケニー・マレルという、もうこれブルーノートというレベルから出てるんですが、もうブルーノートからたくさんアルバム出してますけども、ケニー・マレルという人もですね、すごくかっこいいですよね。はい、それでメンバーがですね、ここにも次々とソロを変えてきますけども、テナーサックスはハンク・モブレー、それからピアノはハービー・ハンク、もうすごいメンバーがこの中に入ってるわけですね。はい、それで今お聞かせしているのはエライアっていう曲です。まあお聞きになってお分かりですけども、スピリチュアルな、いわゴスペルですね、ゴスペルタッチの曲が他も全部占めてます。それでこのように他の曲もコーラスが入ります。それはそれはすごくいいアレンジで全てやってます。今は次はビブラフォンが入りましたよね。非常にアレンジがすごいいいレコードなんです。それで今私が持ってるのはレコードジャケット、これ有名な割とジャケットで、ブルーノートの場合このデザイナーですね、リード・マイルスという人がいたんですけども、その人が、まあ、いろんな レコードジャケットのデザインをしていたけど、リード・マイルス自身が一番好きな、自分自身が好きな作品っていうのがこのレコードだそうです。ドナルド・バルドのアニュース・パースペクティブ、これ一見見てよくわからないですけども、これは車のヘッドライトの部分ですね、ドアップになってますけれども、ということでジャケットもよし、音楽もよし、録音は有名なルディ・バンケル、もう三拍子揃った名盤中の名盤になります。はい、ということでこの曲割と長いので、そろそろお分かりになると思いますけれども、皆さんぜひこれどこかで手に入れて、今テナーサックス、もうちょっとスモークがかかったようなこのサックス、これは同じくブルーノートの専属テナーというべきハンク・モブレーという人です。もうこの後ハービー・ハンクのピアノが流れてきますけども、時間の関係でこの辺にしたいと思います。ジャズ喫茶バリエラのおいちゃんでした。ジャズはいいよ。Thank you.